さて早くも花粉シーズン目前となっています。今日のトレバズはコロナ禍の花粉症対策というのを見ていきたいと思います。はい、早くもですねツイッターでは花粉飛んでるとか花粉来たよねなんていう声が広がってるんですが、萌さんかなりうなずいてますが、はい、来てますか？感じてます。薬を飲まないともう透明の鼻水とくしゃみが止まらないような状況がもう1月、はい、ぐらいからありましたね。早い。美咲さんは感じてますよ。あの先週処方してもらったんですけれども、はい、やっぱり多いみたいですね。ああそうなんですね。2人は、ね、かなり強めの花粉症のようなんですが、今年の東京都の予測、飛散量はなんと去年の 1.8 倍になりそうなんです。ただこれ実は例年の7割程度ということで、そう去年が割と少なかったんですよ。ですから、まあ、去年の 1.8 倍といっても、まあ、例年の7割程度。いかがですか、この数字は花粉症ホルダーのお二人としてはビクビクしてました。もう、はい、その杉のイラストを見るだけで、ね、かるなんかムズムズしてくる感じありますよね。ムズムズしてこの、ね、顔がねムズムズさせてしまうのかと思いますが、SNS 上ではですねコロナ禍ならではのこんな声広がっていました。くしゃみをしたらコロナと疑われそうですとか、鼻水が出るけどこれもしかして花粉症デビューなのか、それともなんていう不安を抱えている方多いようなんです。小松さん、はい、コロナ禍ならではの悩みというのは結構ありますね。そうですね、やっぱり周りに一番気使うというのはありますからね。そうなんですよね。ではその花粉症と新型コロナ症状の違い見てみましょう。はい、これエステイがニューノーマル花粉対策ガイドというのを発表して、その中に書いているんですけれども、はい、花粉症もコロナもどちらもくしゃみ、咳、鼻水はあるようなんです。ただ花粉症で発熱というケースはかなりレアなようなので、やはり発熱があった場合は新型コロナもしくはまた他の病気を疑って受診した方がいいのではないかということなんですが、ただ美咲さん、素人判断でその受診控える、どうせ花粉症だろうと高をくくるよりは慎重に行きたいですね。そうですよね。だからまあ花粉症で慣れている方であっても、うん、今年はより慎重に、ね、自分の体調と向き合う必要があるので、うん、今電話なんかでもすぐ相談できますね。そうですね、オンライン診療なんかもありますので、ね、そのあたりは慎重に行きましょう。はい、さあダブルで対策、花粉とコロナということなんですが、まずは外編です。とにかく目や鼻をかく前に消毒をと言って、まあ、コロナでは、ね、もうここまで皆さんも常識になってますけれども、手や指の消毒徹底的にしましょう。あとあの花粉対策のゴーグル型のメガネありますよね。あれやっぱり自分の目を触らなくなるという、ね、この効果も大きいようなんですよね。かゆい時どうしてるんですか、目とか。もう何度もまあパチパチで、そうですね、もうあとすぐに目薬を、ね、あのコロナ、はい、コロナじゃない花粉用の目薬をね、刺したりとかで、ティッシュやマスクはゴミ袋にということで、まあ、このあたりももうエチケットではありますが、今年はより慎重にやりたいなということですよね。そして家の中、加湿器っていうのはかなり効果的らしいんですよ。花粉っていうのは水分含みますとやっぱ下に落ちてきますので、コロナにも、ね、いいですから加湿器というのを活用していきましょう。で、はい、コロナの基本は換気ということよく言われますが、まあ、家族に花粉症ひどい方がいる場合は、まあ、家族だけなら換気はほどほどでも OK ではないかという話でした。そして在宅ワークの方は花粉やはり先ほどから出ているように床にたまりやすいので、少しこのように机と椅子用意して高い位置で作業する方が花粉症は辛くないよということもあるようなんです。初めてそう、このあたりもね今年ならではなので、まあ、ちょっと床から高い位置で、ね、作業してこの時期乗り越えていきたいですね。花粉症の方本当にコロナ対策もあって大変だとは思いますが、まあ、今年も頑張って乗り切っていきましょう。頑張りましょう。以上トレバズでした。